あ、こっち行き止まりや。ぐるっと回ってきて。まだ向こう行かなあかんねや。わ、えらいことになってる。すっごい遠回りになってるわ。おはようございます。今日もね、まだ刑事局来てます。前回と同じこのふれあい刑事局のとこ来ました。で、今日はね、前回駅、駅、こっちにあるんですけれども、こっちをね、こう池上線が行く方ね、南側の方を回ったんで、今日はね、駅の北側、JR の駅の北側ね、こっちの方、ビルしか映ってませんけど、今のそれ電車通ってますけれども、それの向こう側へね、行って、それから大崎の方へ行きたいと思います。今日はまたいい天気で、もうね、まだ9時ぐらいなんですけれどもね、もうすごい暑いんですよ。半袖で十分って感じです。それでどっちから行こうかな。向こうだと、あれか、遠回りになっちゃうね。じゃあこっちから、駅の方まで行きましょう。JR のガードが見えてきたんで、あれくぐりましょう。あれくぐって反対側ね。道を、あれか、北側も繁華街あるのね。なんかどっかと間違ってるかもしんないな。あれ？目黒と間違ってる。目黒じゃねえな。これ向こうの通りなんていう通りなんやろ。広い通り、広い通りじゃなくてこっちの方がいいよな。あ、こっちの方が繁華街なんだ。全然知らんわ。来たことないからわからんわ。ドン・キホーテあるし、ドン・キホーテ面白いね。取っとこう。あのドン・キ君ドン・キ君っていうのかな。ドン・キ君とは言わんか。あ、ドンキ君いいね、大きくて。どっち行こうかな。右側は、右側はつまんなさい。東五反だね。こっち行っても広い通りに出んねんけど、まあいいや、ゆっくり行こう。ここ繁華街、左行ったらなんかもう抜けちゃいそうなんだけど。そうやね。どうしようかな。そうやね。あ、フレッシュネスバーガーのとこも言えねんけどな。この辺ホテル結構あるんだよね。あ、ほんとホテル多いわ、この辺。ホテル街や。小熊カフェ、小熊カフェのとこね。これちょっとこっち行ってみる。あと渋い本屋さんが、島津山書店。歴史書みたいになってる。お寺か。上にお墓がある。お寺やね。あ、これあれだ。向こう行けんねや、下くぐって。どうしようかな。
こっち行ってたらあれか、大崎行けなくなるかな。気になるもんな。基本気になる方行かんとね。あ、洋食サンバ、うまそうやな、こういう店ね。洋食グリルサンバ、いい感じやね。ちょっと駅の方戻るか。あそこのお花屋さんが気になるんだけどちょっと探してるやつがあってね、ちょっと見よう。奥の方どうなってんのやろ。ちょっと上がってみる。人が来んねん。多分住宅街だとは思うんだけど。あんな下り坂走ってたら危ない、転びそうやん転んだら結構痛いよなあの勢いで転んだら。五反田公園の桜並木だね、ここが。あ、桜咲いたら綺麗やな、ここは。で、公園があって、保育園があって、子供いっぱい遊んでるし。うん。上は普通のやっぱ住宅街や。東五反田5丁目ね。そうか、どっか左降りれるかな。あ、左曲がれないね。住宅が入っていく、どんどん。あ、全然曲がられへんねやどん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 右へ右へ行ってる、左折れないのにどういうこと、左へ折りるとこないねや。閑静な住宅街ですよ。こっちは？あ、こっちもあかんわ。こっちね、あかんね。全然行かれへん。あ、こっち行き止まりや。ぐるっと回ってきて、まだ向こう行かなあかんねや。わ、えらいことになってる。すっごい遠回りになってるわ。何？あ、すっげえぐるっと回んなあかんねや。引き返すの悔しいな。どうにかどっか左、左左折れて降りたいねんけどな、線路沿いに。ネムの木の庭やって、何やろよくわかんない。普通に公園みたいになってるの、ちょっとした、よくわかんないけど、どこが行けんの。なんかこれ左が大使館かなんかやね。なんか旗立ってんねんけど、国旗があんねんけど、どこの国旗かわからん。あ、インドネシア大使館官邸。まあ、空どうでもええねん別にそんなの目指してないねんけど、あそこやっと左曲がれるわ。これ多分かなりね、目黒の方戻ってきちゃったな大崎行かなあかんのに。やっと左曲がれたけど、ほとんど目黒やんなもん
ほとんど目黒、これあれは高速の2号線やもんね、目黒線。ずいぶん戻ってきてもたね。あんな曲がれるとこないねや。あ、こっち行けるな。なんかそのまままっすぐ入れても思んなさそうやねんけど。行ける？行ってみる？行ってみる？行けんのかな？なんか人来たから行けそうやね。これでこれであれだ、線路沿いの通りに出て五反田行けんねん、戻れるわ。これ右行ったら目黒、左行こっちはなんかグッと落ち着いた感じだね全然違う、繁華街じゃないのね。公園がある、ね、ここなんか旅館残ってるし、山水荘、ファミマがちょうど公園とかあるし、いい感じに座れるようになってんねん、こっちね。すげえループいっぱいある、あんなとこいっぱいある。ジェラートの店だ、ジェラート食品工場とかね、御殿山食品工場。面白いよね。こっちは？あ、こっちは普通に坂道や。何の店やろ。有名なお店だ、これ。すげえ綺麗。デリバリーもやってはんねん。バイクあるもんね。バトリエパーランプ。
なんかこの辺気になるな。もうこの辺はすごい綺麗にしたんねんね。建物も新しいし、このオープンカフェみたいなのまであるし、あ、こっちの方は比較的古い建物が残ってますね。あそこビルのマンションあるけど、なんか雰囲気あるね。今日新幹線来たし新幹線取ってるわけじゃないけど、まっすぐ行ったら駅なんだけど、つまんないね。左曲がってみましょうか。まあ、なんかある？特にないもんな。気にもなんないな。